上古式島。上古式島は、東、シナ海の古式島列島北部にある離島。鹿児島県薩摩仙台市に属する。かつては、上古式島南部と中古式島を合わせて一つの自治体だったため、ここでは、中古式島についても記述する。古式島の名は中古式島北部にある古式、聖路の形をした巨石を、古式大名人として崇拝したことに由来し、かつては、 古式島、古式島とも書いた。古式島列島は、鹿児島県市北式野市の沖合約45キロメートルにある列島であり、その北端にあるのが上古式島、中央にあるのが中古式島である。両島に付随する小規模な無人島もあり、中古式島は、集落名から平島、または単に平と呼ばれることもある。面積は、 上越式島が 44.14km、中越式島が 7.31km である。上越式島の面積は、鹿児島県の離島中、第10位である。2010年、平成22年の国勢調査による人口は、上越式島が2488人、中越式島が308人である。最高標高地点は、上越式島が 423m の遠目、小山。 中古式島が294メートルの木の口山である。全体的に山肌が海に迫り、中石平野の発達が極めて少ないが、下古式島と比べると上古式島と中古式島には比較的緩やかな丘陵が広がる。上古式島は縦の変化に乏しい一方で、里集落の陸警察、トンボロ、三つの池と東、シナ海とが、 さすで区切られた長木の浜、奥地まで海が入り組んだリアス式海岸の占い湾など、横の地形的な変化が豊かである。古式島列島の平均気温は18.5度と温暖であり、本土の同位度地域、阿久根市よりもやや気温が高い。夏、秋には台風、冬には季節風の影響を強く受ける。台風の影響は列島の西海岸よりも東海岸の方が、 一い。降水量は年2500ミ、mm、リメートルほどであり、本土、鹿児島市よりも、やや降水量が多い。国土地理院地図、小。陸系下浜辺や、海小上,上の小岩、無名の岩を除く。里遺跡は、古式島列島唯一の縄文土器が出土した遺跡である。里遺跡、高石遺跡、総の保遺跡からは、弥生土器、弾き、 末えなどが出土している。上古式島の桑の裏には、神宮皇后の三冠性伐に関する伝説が残る。奈良時代には、薩摩早人族の一根拠地、古式島早人だったと推測される。平安時代初期に編纂された、俗日本紀には、剣刀支線が古式島に停泊したことが記され、中期に編纂された、和名称には、古式島軍官官、古式島という名前が登場する。 古式島列島の各地に、平家の落ちう伝説が残っている。鎌倉時代中期から370年間、13代に渡って、小川氏が統治を行い、この時代から行政単位が上下、上古式島、中古式島、下古式島二つに区分された。里には、上級の乱で功績を挙げた小川貴直が築城した亀城があり、近隣の鶴城と合わせて、 鶴亀城と呼ばれている。1595年、文六四年、小川氏は、本土の日置郡田伏へ、玄南薩摩市に移法されて、古式島の当地から離れた。江戸時代には、島津藩の直轄地となって、地頭、領主が派遣され、上古式島では、里と中古式に、地頭刈谷が置かれた。古式島列島は、天草諸島や長崎と同じくキリシタン文化を、 受け入れた場所の人であり、1638年、寛永15年には、古式島列島に潜んでいた、島原の乱の残党35人が処刑されて、殉教した。1871年、明治4年には、鹿児島県に所属。1889年、明治22年に、町村制が施行されると、上古式島7、村と中古式島1村が、 古式島郡上古式村となり、役場は中古式に置かれた。八百九十一年、明治二十四年には産地によって隔てられている里が、上古式村から分離して里村となり、上古式島、中古式島はそれから一世紀以上もに、村体制が続いた。明治十年代には、台風、飢饉、悪疫流行などがあり、上古式島からは、種ヶ島に三十三個、 本土の薩摩軍港江村、原薩摩仙台市に六個が移住した。1896年、明治29年には、古式島軍が薩摩軍に編入。1901年、明治34年には、上古式島に本土からの海底電信が到達し、九州商船によって、串木の航路が開かれた。里村は、上古式島の東側半分を占め、 単独で村を構成する大技里,里に人家が集中していた。上古式村は、上古式島の西側半分と中古式島の全域を、占め、役場がある中古式に加えて、中野、高石、小島、瀬上、桑の裏、いずれも上古式島、平、中古式島の、計7つの大技に人家が分散していた。1950年、 昭和25年時点での上古式島と中古式島を合わせた人口は11,166人だったが、1951年、昭和26年に九州を襲ったルース台風では古式島列島も大きな被害を受け、里では護岸が900メートルにわたって破られたほか、500もの住居が塩水に飲まれた。1950年から1980年までの 人口減少が著しく30年間で約60%も減少した。古式島列島の四自治体はいずれも薩摩郡に属していたが2004年平成16年に本土の川内市ほか四町と新設合併し、薩摩仙台市となった。市町村合併時に古式島にある大技は従前の村名を長名とし、従前の大技名に関したものをもって大技取るとした。 ため薩摩郡里村大あ座里が、薩摩仙台市里町里、薩摩郡上古式村大あ中古式が、薩摩仙台市上古式町、中古式などという表記をされている。本土から古式島列島までの主要な交通手段は、古式島商船が、薩摩仙台市の川内港ターミナルから運行している、高速船古式島と、 一気串木の市の串木の進行から運行している高速船とフェーである。高速船古式島とフェリー入古式は1日あたりそれぞれ往復2便が運行されており、高速船は上古式島の里港まで約50分、フェリーは約75分である。起点は高速船古式島が川内港ターミナルで、フェリー入古式は串木の進行である。 便によって立ち寄り先が異なる。老朽化した高速線 C ホークの代替線として、高速線古式島が2014年、平成26年春に就航した。新幹線800系電車、つばめなど、九州地方の輸送機関のデザインを数多く手掛けている、水戸岡英治がデザインを担当した。フェリー入古式はこれまで、通り、串木の進行を発着するが、 高速線古式島の本土川発着所は古式島列島が属する薩摩仙台市の川内港ターミナルに移設された。上古式島と中古式島では南国交通によって古式ふれあいバス、里、上古式地域、コミュニティバスという名称の定期路線バス、薩摩仙台市古式島コミュニティバスが運行されている。古式触れ合いバスは、里線、占い、相の保線、 平良線、高一線の4路線に分かれており、すべての路線が中古式にある南国交通の営業所を始発としている。里線は中古式中野里を結び、占い、総の保線は中古式小島セガミクワの裏を結び、平良線は中古式平良を結び、高一線は中古式対抗席を結んでいる。高一線の上り便、中古式駅はデマンド運行となり、 事前の予約が必要である。高一線の下り便、高一行きは条件付き運行となり、中越機構で乗客がいる場合のみ、高一まで運行する。上越機頭の南には、無人島の平良島を挟んで、中越機頭があり、1994年、平成6年に開通した古式大民信教、上越機頭平良島とカノを橋、 平良島中古式島の2本の橋が架かっている。中古式島と下古式島は最強部で1 3トルほどであり、2006年、平成18年からイムタセとト橋事業が進行中である。中古式島の南側半分には人家がなく、車が通行可能な道路もないが、この事業では中古式島の平良から下古式島のイムタまで自動車道路を整備し、 完成予定は2017年、平成29年である。平良島と中古式島、中古式島と下古式島は海で隔てられてはいるが、前者の間には沖の串と呼ばれる浅瀬があり、また、後者の間にも沖の瀬神や下手の瀬神などの浅瀬があるため、かつては上古式島から下古式島まで一続きの島であったと考えられている。古式大民神境。 カノコ大橋の架橋前も、干潮時には、上古式島と平良島、平良島と中古式島が陸続きになったという。観光船、カノコという名称の観光遊覧船が中古式港発着で運航されている。カノコは、西海岸コースと東海外コースがあり、いずれも上古式島の中古式港を出港する。西海岸コースは古式大民進橋をくぐって、 島の東岸に出た後、下古式島の西岸に沿って南下し、鹿島断崖、山から海に滝が流れ落ちる内川内海岸、海色崖が垂直にそびえ立つ古瀬、勢、数百トンの巨石が崖に腰掛けている壁立リ断崖、ナポレオンの横顔に似た奇跡ナポレオン岩などを間近に見る。ナポレオン岩を過ぎてから180度向きを変えて、ルートを引き返し、 中古式島と下古式島の海峡を通信して、中古式島の東岸に出て、北上して、中古式港に着く。東海岸コースは、中古式港を出港して南下し、中古式島東南端にある小島、弁慶島との間をすり抜けて、下古式島東岸を進む。下古式島の地境部付近で引き返し、北ルートをそのまま引き返して、中古式港に着く。 古式島列島には約8000万年前の白亜紀の地層が残っている。1981年昭和56年には古式島列島が古式島県立自然公園に指定された。中古式島北部には巨大な西断層であるカノコ断層があり、北西南東方向に発達した断層が露頭している。古式島列島は 熱帯性の木製シ枝であるヘゴの自生北原地の一つであり、ヘゴ自生北原地帯の名称で国の天然記念物に指定されている。島内に生息するカラスバトは種として国の天然記念物指定を受けている。薩摩仙台市のシハ花はカノコユリであり、古式島列島はカノコユリの日本唯一の自生地とされている。 上古式島北端にある円剣山はかつて独立した島だったが、流砂によって上古式島本島と陸続きとなり、沿岸流と波の作用で海底の砂礫が水面上に現れたのが陸警察、トンボロである。その上に形成された里集落は陸警察上にある集落としては日本国内最大規模である。サスの全長は約メートル、全幅は 最強部で250メートル、標高2.3メートルであり、半島のように突き出た、円剣山と島の南側をつないでいる。この砂州は10センチメートル、5センチメートルほどの粒手で構成されており、一般的な砂丘や砂地に見られる、採砂力が少ないが、西岸は西の浜海水浴場となっている。上古式島の里には、小川市の当地時代の名残である、武家屋敷通りがあり、 玉石垣が特徴である。2009年、国土交通省によって、日本の有人離島にある、優れた景観を選定する、島の宝百景に、里の武家屋敷跡が選出された。上古式島には、長木の浜と呼ばれる、大小三つの池が、サスによって、海と隔てられた、継承地がある。北から、生子池、生子池、海池、桑崎、風崎池であり、 隣接しており、似たような地形を持ちながらもそれぞれ塩分濃度や清掃状態が異なっている。直接海と通じているわけではなく、レキスを通じて、湖水、海水の交換が行われるため、水位の変化は、日本の他の木水湖障と比べて極めて小さい。これらの池は、数千年前まで海岸線が入り組んだ入り江だったが、崖の崩壊で崩れ落ちた岩石が堆積し、 海面下で細長い巣となった。浜は10センチメートル5センチメートル3から4センチメートル程度のつぶてが積み重なった歴浜であり、やがて海面が降下して、さすが地上に現れ、現在の長木の浜が形成された。第二代薩摩藩主の島津光久が景観を長めの浜と称えたことが名称の由来である。1972年、昭和47年には、 鹿児島県立自然公園に指定された。生子池は、面積55ヘクタール、最大水深24メートルの寄水池であり、薩摩藩の時代に、大村安から搬送中に入れられたとされる生子が、名称の由来である。海池は、面積16ヘクタール、最大水深11メートルの寄水池である。上部は流れ込んだ雨水で低濃度の塩水となり、下部は、 春から夏に侵入した海水が停滞して、高濃度の塩水となっている部分循環。下部の海水層は多量の硫化水層を含んでおり、特別な微生物しか生息できない。水深約5メートルにある上部と下部の境目には、クロマチウムという光合成用細菌が濃密に分布し、20センチメートルの厚さの赤紫色の帯が広がっている。 長木の浜からやや東側に離れて宿地池があり、上述の三つの池と合わせて古式四湖と呼ばれる。宿地池はほぼ淡水であり、うなぎやボラが生息している。古式四湖はいずれも離島にある古床としては規模が大きく、面積 0.56km の生湖池は日本で、第三位、面積 0.16km の海池と、桑崎池は五位、同面積、 面積 0.10km の宿地池は8位である。二千十年、平成十二年の国勢調査による、古式島列島の産業分類別就業者数は、第一次産業がセント、第二次産業がセント、第三次産業がセントであり、第一次産業の内訳は、農業がント、林業がト。 水産業が10.9%である。就業者数、総生産額ともに、平均に比べて第一次産業、特に水産業が大きな割合を占めている。古式島列島周辺海域はアジ、サバ、ブリなどの海遊魚に加え、キビナゴ、バショウカジキ、アワビなどの水産資源が豊富で、鹿児島県内有数の魚場となっている。 古式島漁協の水揚げ量の45%を刺し網漁業で漁獲したキビナゴが占め、5月から7月の夏季がキビナゴ漁の最盛期である。上古式島の占い湾はリアス式海岸をなし、1950年、昭和25年から真珠の養殖を行っている。2009年、平成21年の上古式島への観光客は約2万1400人。 中古式島への観光客は約1700人だった。キャンプ場や海水浴場などが整備されている。里にある古式島風力発電所は1990年平成2年に運転を開始した日本で初めて実用化された風力発電所であり観光名所の一つとなっている。2013年平成25年時点で上古式島には 薩摩仙台私立中学校が2校、私立小学校が2校所在する。2013年5月1日時点の各中学校の生徒数は、里中学校が17人、上古式中学校が16人であり、各小学校の児童数は、里小学校が64人、中津小学校が41人である。古式島列島内に高校はなく、 中学校卒業生の多くは本土に引っ越して、本土の高校に進学する。2004年、平成16年の合併後、薩摩仙台市は大規模な小中学校の統廃合を進めた。上古式党の瀬上には占い小学校があったが、2008年、平成20年に中古式の中津小学校に統合された。中古式党の平らには、 平良小学校と平中学校があったか、2001年、平成13年には、平中学校が閉校となって、上古式中学校に編入された。平良小学校は2011年、平成23年に閉校となって、中津小学校に統合された。現在、中古式島に住む、児童生徒は橋を越えて、上古式島の学校まで通っている。 上古式島にある二つの中学校、里中学校と上古式中学校は、今後の生徒数の推移によっては、統廃合が検討されている。上古式島、中古式島の八集落には、内姉妹が伝承されている。中学生女子が舞子となり、11月に、里の八幡神社で行われる、内姉妹は、鹿児島県指定民族文化財となっている。現在でも、 内姉妹が伝承されている地域は、鹿児島県では、上古式島、中古式島と、豊島村、トカラ列島だけとされている。地元では、内姉妹という言い方はせず、飯城、町城などと呼んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。